宮殿はこんな感じだったんですよ。今のベルサイユ宮殿どうでしょう、金銀緑がうわーってでしょ、あれ全部嘘ですよ。あれね、フランス革命で全部めちゃめちゃになっちゃったの。で、貧民が中に入り込んでね、こういうところで洗濯の紐がなんかやってる大騒ぎ、それをまた直したんでね。で、まあ、こちらはそういうわけで昔のものが残されているので世界遺産に指定された。これはですね、当時使用した椅子、永平の椅子がございますね。で、そしてですね、前にございますのが、これ1683年に軍を合意するトルコ軍を描いています。トルコ軍のね、将軍の前にウィーンの市長さんが、はい、降参、帰宅して、はい、勘弁してって言ってね、これ嘘です、嘘。